皆さんこんにちは。今回は今までにいただいたご意見ご質問の中から音の違いに関して繰り返される疑問について解説していきます。どうぞ最後までご覧になってください。制限波で測った周波数特性は音の一面だけではないのですかというご意見です。音の違いは周波数特性と歪みだけでほとんど説明できます。周波数特性と歪みに違いがなければ聞き分けできません。同じ音に聞こえます。このことは今まで繰り返しやってきたブラインドテストで検証済みです。こちらはいつもご覧いただいている周波数特性の例です。あらゆる音楽信号は制限波の集まりです。この周波数特性はすべての制限波のパターンを入力して測った結果です。これは同特性で位相の情報を含んでいます。なぜかというと、周波数特性は入力を1とした時の伝達関数と同じだからです。したがってこの特性から元の波形を再現できます。例えばこの例の場合はインパルス応答になります。波形が同じであれば音に違いがないということは分かりきった話です。周波数特性に違いがないということは波形に違いがないことと同じですから音に違いがないということになります。合成や素材は音に関係しないのですかというご意見です。合成や素材の違いが音の違いにつながるプロセスがあれば音が変わります。例えば次のようなプロセスです。素材は音ではありませんから、素材が音に影響するならいろんなものの変化を経て最終的に音に変換されます。ここで考えないといけないのは丸の部分です。どのようなプロセスであっても下の2つは同じです。つまり音が変わるためには必ず周波数特性や歪みの変化を通ります。ということは丸の部分がわからなくても周波数特性や歪みを測ってみてそこに変化がなければ関係しないということです。このプロセスが成り立たないもの、つまり丸の部分をどう仮定しても周波数特性や歪みに到達できないものは音に関係しないことになります。この場合は測るまでもありません。オーディオの世界で音に関係すると言われているものは無数にあります。あれはどうなの、これは関係ないのと思う方は丸の部分に何が当てはまるのか考えてみてください。ところで世の中には関係しないはずのものが関係して音が変わって聞こえる場合があります。それが心理効果です。心理効果は脳の解釈ですから大変複雑です。オーディオ機器の音の違いは周波数特性と歪みの違いに過ぎません。これは測定器で把握できるシンプルな現象です。ところが人間が感じる音はそれだけでは決まりません。脳の解釈が含まれます。例えば見た目が良くて値段が高くて世間の評判がいいものほどいい音に聞こえます。心理効果はブラインドテストで排除できます。私はこれまでブラインドテストを体験していただく動画をたくさん作ってきました。興味のある方はトライしてみてください。いまだに原音再生はできていないというご意見です。原音再生は生の音を目の前に再現することではありません。原音はレコードや CD に記録された情報です。原音再生はこれを色付けなく再生することです。忠実再生とも言います。現代では原音再生はスピーカー手前まで達成されています。スマホのイヤホン端子で原音再生が可能です。オーディオの世界では原音再生を達成した今も技術開発が進んでいますが、これらの多くは
人間に聞こえない世界の性能に関係するだけです。聞こえないから無駄かというとそうではありません。無意味な過剰スペックは商品の価値を生み出します。音に違いがないことを知った上でその価値に納得できれば買って後悔することはありません。いい音とは何ですかというご質問です。オーディオ機器のいい音は自分が聞いていいと思う音のことではありません。原音に忠実な音です。例えば CD に記録された情報を色付けなく再生した音がいい音です。自分好みの音は人それぞれなので一般的ないい音とは区別します。オーディオ機器のいい音と個人的ないい音は違うということに注意してください。現在はスピーカーの手前まで原音再生、つまりいい音の再生が可能ですから、いい音に聞こえない場合は問題がスピーカーや部屋にあります。したがってアンプを買い替えたりケーブルやアクセサリーにお金を使うのはほぼ無意味です。時間とお金はスピーカーや室内音響の改善に集中させるのが正解です。そのために役立つ動画を作っていますので、興味のある方はこの動画の概要欄をご覧になってください。CD の広域は 20kHz でカットされるからレコードにはかなわないというご意見です。残念ながらレコードは 40Hz から下の低音と 16kHz から上の高音を落として記録されています。なぜかというとカッティングで問題が起きたりまともに再生できなくなるからです。つまり実質的なレコードの帯域は 40Hz から 16kHz でCD より狭くなっています。それにレコードのダイナミックレンジは 1kHz で 75dB くらいしかありません。振幅比でいくと CD の10分の1以下です。周波数帯域を考慮した再生レンジはこのようになります。 CD の情報量はアナログレコードを完全に上回ることがわかります。レコードに足りないのは広域ではなくて低域です。ノイズの多さはどうしようもありません。アナログレコードの情報量は CD よりかなり少ないのが本当です。歪みも目立ちます。性能が違いすぎて比べ物になりません。これは 4K のテレビと昭和時代のブラウン管を比べるようなものです。レコードというのはビニールという安い素材に狭い帯域の信号を記録した円盤です。そんなレコードの音を良くする試みにお金をかける価値はありません。性能が低いから無駄かというとそうではありません。レコードプレーヤーには趣味のアイテムとしての買い難い価値があります。このアイテムは長い歴史の中で物としての価値が磨かれて面倒な操作が目的になりうる道具に進化しています。レコードプレーヤーにはとても高価なものがありますが、趣味の世界では無意味な過剰スペックも価値の一つです。性能が低いことを知った上でその価値に納得できればレコード再生を追求して後悔することはありません。ご視聴ありがとうございました。